渡辺つねおは、日本の M&A 中海会社役員。日本 M&A センターの取締役業種特化事業部長。日経ベリタスにて、中堅、中小 M&A の第一人者として紹介されたこともある。2020年日本 M&A センターにおいて、最年少で取締役に就任。国内の時価総額1兆円以上企業における。 最年少の常勤取締役、早稲田大学小学部商兵講師。中学時代に進路を決める際、経営者には一度に60億の人を救える可能性があるという論文を読んで感動し、経営者に憧れを抱いた。京都大学在学中には、ベンチャー企業の役員を務め、東京に住み仕事をしながら、京都の大学へ通っていた。日本 M&A センター入社後、 調剤薬局業界再編支援室を立ち上げる。2013年、日本の株式市場における TOB の中で過去2位のプレミアム率をつけた株式会社メディカルシステムネットワーク主会社の株式会社ファーマホールディングによる株式会社トータルメディカルサービスに対する TOB に携わった。日本 M&A センターの2010年、2011年、2013年、 最優秀営業社員、広島東洋カープの熱狂的なファン、ありがとうございます。